はい、ということでどうも、トラです。まあ一応、風から復活しましたので、今日は、GU 三原康弘を、まあ見ていこうかなと思います。まあ三原康弘は、まあ最近名前知った人もいると思うし、ちょっと前からマインとか、あそこら辺から知ってる人もいると思うんですけど、僕はね、ちょうど、もう何年前だ？ 14 年ぐらい前のかな？ぐらいの時に、まあ初めて知ってから、まあ結構好きでね、地元にも、取扱いのショップがあったりとかして、まあ買ってたブランドで、まあ、サイコチクだったりとかね、が、まあ有名なので、まあこう時代の流れでね、またそこら辺もまた注目されるから、まあ流行るかなと思ってたんですけども、まあうまくね、また噛み合って、最近もよく名前を聞くようになったかなと思います。はい。まあ、いろいろなんか思い出とかも話しながら、いろいろ見ていこうかなと思っております。ということで、早速、行ってみよう。Who are you? Who are you? はい。ということで、アウターから見ていこうと思います。まず最初に注目すべきとか、やっぱりマウンテンパーカー、スリーレイヤーファブリックだと思いますし、まあ、バンダナ柄とブラックで出るんですけども、まあ、バンダナ柄はね、スニーカーの方でも使われてたりとかもしますし、まあ、通常の方のスニーカーだったりとか、まあ、アパレルの方でも使われてましたね。まあ、引き続きトレンドの柄だと思いますので、まあ、それのマウンテンパーカー。そして、まあ、シンプルなブラックということで、まあ、3レイヤーでこの値段っていうのがまずありえなくて、まあ普通の三原康弘とかだと8万とか10万してもおかしくないんじゃないかなと思うのが、5990円買えるっていうのはね、すごくいいんじゃないかなと思います。はい。で、次が、ノーカラーのジャケットですね。カラーリングは何色かあるんですけども、まあルック見てもらったらわかる通り、結構ね、そうだ、ルック見るのいいですよ、ブランドの。まあ、これは GU のやつなんですけど、なんかいろいろこう、着こなしがわからない人とかは、いろんなブランドのルックを見て、こういう風に着こなすんだっていうのを参考にしたらいいと思いますし、結構ね、癖があるアイテムで今回、まあ、見晴らしてる GU は多かったと思うので、なんじゃこりゃと思うものもあると思うんですけど、ぜひルックを見てね、まあ、こんな風に着るんだと思ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあおすすめはストライプですね。他の色はまあセレクトのオリジナルとかで作ってるところとかあるんですけど、まあノーカラー今流行ってるんでね、女性も男性も。で、やっぱこのストライプだと普通のね、ジャケットとかだとなんかセールスマンみたいになっちゃうんだけど、まあサイズ感とかもうまく調節してて、ね、すごくかっこいいんじゃないですかね、セットアップで着ててもっていう感じです。はい、ルック見た印象です。はい、ということで次が、シェフジャケットですね。まあ、カラーリングも、まあ、オレンジっぽい色味だって、ベージュ、そして、まあ、何色って言ったらいいんだろうな、このちょっと濁った雨水みたいな色 4色展開で出てます。で、3990円ということで、まあ、これもセットアップで着れるという感じなんですけども、まあ、個人的には、ベージュとこの、青っぽい色は、なんていうんですか、作業着っぽく見えちゃうんで難しいかなっていう感じで、まあ、黒とかいいんじゃないかなと思います。これだけなんか黒見たらちょっと純也っぽいですけど、純也渡辺っぽいですけどね。はい、っていう感じで、もう僕のおすすめは黒です。はい、ということで次はデニムですね。4990円で、カラーリングが3色、ブラック、ちょっとなんだろうな、オフホワイトっぽい色っていうんですかね、とインディゴで出てるんですけども、これもよく見るとね、リーバイスのファーストとサードかな、サードを合体してるっていう感じですね。再構築してるっていう感じで、パッと見わかんないけど、よく見るとっていうところがまあ面白いし、一癖あるアイテム。だから普通のなんか、なんていうんですかね、デニムジャケットに、ウッドランドのカモのパンツとかでも、こういうジャケットを着ることによって、ちょっとこう違和感を出したりとかして、ちょっとクロートっぽく見えていいんじゃないかなと思います。これとかもすごく僕は好きです。で、色違いで、全くね、色が違うものを2つくっつけた、まあ、大型店限定みたいなんですけど、このカラーリングは、もう出してます。で、セットアップで着ると、まあ、ルックで乗ってるんで、アシンメトリーになってるっていうね。なんかね、最近のこう流行りって2010年代、その2010年か13年ぐらいの感じがするんですよ。で、僕がちょうどその三原康弘とかを着てた時がその時ぐらいだったんで、すごくなんかこう、今回のやつとかは、なんか今っぽさもあるし、昔の感じも、うまくね、融合してて、すごく好きですね。はい。ということで、
次はトップスいきたいと思います。はい、では次トップスから見ていこうと思います。まずボーリングシャツですね。まあボーリングシャツもね、最近ちょいちょい見かけるようになりましたけど、一時期は全然見なかったですよね。ブランドが作ってるの見なくて、ヒューマンメイドぐらいだったかな。で、昔とはだと男らしい感じで、あのルード系とかね、そっち系のブランドがよく作ってましたし、僕もよく着てました。はい、でまあ僕は結構好きなんですけど、まあカラーリングがこうベージュっぽいのと、このさっきのね青っぽい色味があって、これはまあこっちの色味の方が好きかな。でまあベージュとかだとね、なんか汗染みしそうな気しますけど、まあ後ろに刺繍とか入ってるんじゃないかなと思います。で大型店限定でバンダナ柄も出るみたいです。そして2990円、安いですね。で次がオープンカラーシャツですね。まあオープンカラーシャツは結構どこも出してるから、まあね、その流れでボーリングシャツにまた作ってるのかもしれないですね。同じ解禁シャツとして、はい。まあどれもね、カラーリング3色あるんですけど、結構地味で、僕はなんかね意外と合わせづらそうな、気はしますね。グレーブラック、ベージュブラウン、ネイビーストライプという感じですね。はい。でパーカーが、2990円。まあこの辺は本当普通にシンプルです。で次も、パーカーなんですけども、これはレイヤードになっているという感じで、ホワイト、ブラック、さっきのね同じような青っぽい色ですね。このカラーリングを激推ししてますね。まあこういう色味最近またちょいちょい見るようになったかなとは思います。で次はビッグスウェットシャツですね。まあスウェットに、あのスタジオ7の時とかはね、生地を書いてねやってたんですけど、こっちはなんかこう上からね貼ったみたいな感じで、ちょっと丈の長さも変えてるっていうのが、まあ三原康弘らしいのかなと思います。今回はね、まあその見た限りキッズがなさそうなんで、子供とか着てたらね超かっこいいじゃない、かっこいいし可愛い、女の子着ても可愛いんじゃないかなと思いますけど、はい。白、黒、ブラック、グレー、オレンジ、ブラウン、ベージュって感じですね。白はちょっと汚れそうなんで、白以外もおすすめします。2490円、はい。であとはまあ長袖、これもスウェットか、スウェットの長袖、ロンティー、まあ、これは何も特にいいことないかなと思います。で、引き続き、トップスですね。ベースボールシャツですね。カラーリングは、さっきのねシェフジャケットとかと一緒ですかね。でこれね、普通のベースボールシャツよりもかなり首が詰まってるので、僕はあんまり好きじゃないですね。2490円で、次がオーバーサイズ T、これは逆に言えばこの半分、ここから半分がシャツになってるのかな。1990円、ちょっとこう癖がある感じですね。まあ重ね着上に着たりとかしたらかっこいいと思うんですけど。でビッグ T、 はい、まあこれは何も言うことないですね。で次も切り替えの、T シャツ、ビッグ T ですね。これもなんかね、こっからパッて切り替えただけじゃなくて、そのところもねちゃんと色がね、この切り替えたところの色になっているのがまあ珍しいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと子供っぽく見えるんで、ぜひキッズにあったらよかったんじゃないかなと思いますけど。で、次も切り替えのオーバーサイズ T なんですが、これはね、まあ、シャツと T シャツの切り替えなので、まあ難しいと思いますね。なかなか着こなしするのは難しいかなと思います。で1990円で、不白コンビネーション T、これがね個人的にはおすすめかな。1690円で、まあなんかこうアメカジとかでいうポケットにバンダナ入れるとかね、なんかそういうイメージなのかもしんないんですけども、なんか少し思ったのが、まあその2010年代の時って、今もそうですけど、ちょっとスカートの流れってあったじゃないですか。なんかボンテージパンツとかにこういうなんか半分スカートみたいな、これはまあバンダナ垂らしてるだけだけど、つけるのとかなんか流行ったんですよね、俺たちの時に。流行ったっていうか、まあしてる人がいたんですよね。なんでなんかその時のことも思い出しましたね。はい。で、グラフィックティーが2つ、2つ、ピザですね。990円。これはなんかコラボ、ピザーラかな？なんかとコラボしてるやつみたいです。はい。なんでピザとコラボなんだろう。はい。ってことで。はい、次はパンツですね。スリムジーンズ、まあジャケットとセットアップで着るやつですね、全部。
すごくこのデニムルックでも見ましたけど、形綺麗でした。3,990 円。で、まあ、切り替えの、あのカラーリングと違うやつも出ます。そしてシェフパンツも、CPO ジャケットだったかな。セットアップで着れるやつですね。で、さっきのストライプがおすすめって言ったやつのノーカラーのジャケットのセットアップで着れるワイドテーパーとトラウザーっていう感じですね、パンツは。はい、最後にグッズですね、リバーシブルバケットハット。これリバーシブルするとバンダ流れになってるのかな、1,990円で、ビッグトートバッグ1,990円。あ、買い物とかに良さそうですね。で、次はレザーロングナローベルト。まあ、スタッツのベルトは最近あんま作ってるとこないですよね。まあ、なんか自分でオリジナルで作りたいなと思ってるんですけど、昔とかはね、HTC とかめっちゃ流行りましたけど、2,090円。まあ、フェイクレザーかなと思います。値段的にもね。で、まあ、三原康弘といえばというスニーカーですね。まあ、普通の方で買うと、3万円とかぐらいはするので、まあ、それが3000円。まあ、同じじゃないけど、クオリティは同じではないけどね、まあ、それを試せるっていうのはいいんじゃないかなと思います。で、次、オリジナルソールスニーカー。ソールオリジナルで作ってるってことですね。まあ、三原康弘時代がね、まあ、ソールね、オリジナルで作ってるって感じなんで、まあ、ブーツもそうですけど、まあ、バンズをサンプリングしてるとは思うけど、まあ、形が少し細いのかな。で、オリジナルソールダービーシューズ、3,990円。まあ、これも、はい。白のラインが太いやつとか、面白いとは思いますけどね。普通の格好で最後足元だけ外すとか、そういう感じにいいんじゃないかなと思います。これもオリジナルソールローファーですね。これもまあさっきのダビシューズとかと同じです。で、アンクルソックス490円と、レギュラーソックス、レギュラーソックス、どっちも490円ということで、これもねドッキングしたみたいな感じですね。面白いなと思います。はい、最後におすすめを、見ていこうかなと思います。アウターはね結構あるんですけど、マウンテンパーカー3レイヤーファブリック、これが間違いなく1位だと思います。で、綺麗な格好する人はノーカラージャケットいいと思うし、デニムジャケットですね、もいいと思います。で、トップスはボーリングシャツと、フワークコンビネーション T ですね。まあ、フワークコンビネーション T が僕的に2位ですね。で、まあ、普通にスリムジーンズかっこいいと思いますし、さっきの、ノカのジャケットのセットアップのテーパートラウザーもいいと思います。で、グッズは、まあ、帽子とか被れないんで、被れないというか、被った感じがちょっとよくわかんないんで、あれですけども、まあ、ハットも安いし、いいと思いますし、まあ、スニーカーもね、安いので、挑戦してみるのもいいんじゃないかなとは思いますけど、ソールから作るっていうのがね、難しいというか大変なんで、すごいと思います。はい。さすが三原康弘という感じで、まあ今日は終わるんですけども、はい、最後にですね、ちょっと告知になるんですけど、日曜日に動画出したのはですね、まあ僕やってるマットエフェクトっていうブランドの、春夏のドロップ1を紹介してる動画なので、まあまだ見てない方はぜひ見ていただけたらなと思います。まあ順位長くなったりとか、オージーキックスくんとかとコラボしている商品も出てたりとか、まあ、毎シーズン、定番のアクセサリーだったりとかも出してるので、これを機会にね、ブランドもしていただけたらなと思います。まあね、その紹介する感じじゃない感じで動画出しちゃってるんですけど、まあ、それが狙いなんで、まあ、ぜひね、これをきっかけに、動画もよろしくお願いします。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンの方もお願いします。ということで、バー